落ち着け小春、近づいたらお前も落ちるぞ。その日、俺たちは人生のレールを。あなたと一緒に死ぬなんて、いや、外れてしまった。限界だ。俺、死んだのか。意外と軽いものなんだな。記憶は途切れていなかった。突然の崩落事故でランゼと共に重傷を負ったこと、彼女が口にした最後の言葉、あれが俺に対する本心だったのだろうか。釈然としないけど、死んだのだとすればどうにもならない。水晶。地平線と月が見当たらない。太陽もどこにあるのかはっきりしない。無数の島が空中に浮いている。どう考えても地球ではない。どこか安全が保証されているとはとても思えない。私は月城真由良と申します。ここは？気がついたら私はここにいました。その前のことは何も覚えていないんです。俺自身は普通に思い出すことができた。直前は土曜日で、ランゼ、小春、光秀の4人で出かけていたこと、そのさらに前のこと、高校生活、家族のことも。彼女は記憶を失っているのだろうか。私と同じですね。髪の色？はい、髪の色。俺のは生まれつき、目立つのは嫌いなんだけど。おい！
私、今すごく楽しいんです。なんだかワクワクしませんか？マユラの髪色はどうして？と聞こうとは思わなかった。真偽はともかく、何も覚えていないと言っていたし、何よりもこの状況下での彼女の明るさに違和感があったからだ。不自然で警戒したのかもしれない。